こんにちは、ゆうです。パズナのお時間です。はい、今日の誕生日の方おめでとうございます。はい、全然お久しぶりなんで、はい、ちょっと、いろいろね、ちょっと、ただし、目まぐるしい日々を、はい、送らせていただいてまして、はい。というか、極悪が勝ち、悪魔的にこのボックスと相性悪いんで、ちょっとどうやらでもなんかガチャドラで行った方が、ちょっと相性がいいみたいで、ガチャドラでやってみようかなと思ってます、今度。はい。の前にですね、本日からですね、何だったっけ、これ。宝石10個。歴世の杯と真相の雫ガチャでございます。待てないですね。僕もなんかバーでね、一回バイトしようか迷ったことあるんですけどね、一回。ちょっと、やめましたね。はい。それではね、早速ね、引いていきたいと思うんですけど、狙いはね、とりあえずね、バーテンダー黒飛びもちろんなんですけど、びっくりした僕、黒飛び出るんですね、これ。黒飛び出たらですよ。びっくりするやん、もうこのボックス、芝居の丸。黒飛び一体編成とかになってね、もう、ちょっと変にリアチェンとかもうね、ややこしいトリッキーなことせんでも正々堂々黒飛び、現代最強の黒飛びでいけるわけでしょ？で、これやったら別にええわと思って黒飛びでも。とりあえずね、まあ、あとは、バーテンダー悪いも可愛いんで、はい、とりあえず、1% の、まあ、人しずくやからね、1% になって、ガチャ引きます。ちょっと俺これしようと思ったんだけど。はい、ガチャ行きまーす。はい、それではまずはね、開催記念、はい、歴世の杯と真相の雫ガチャですね。はい、なんかこれワインのね、名前とかも欲しかったのよ、僕。そのワインとかね、五大シャトーとかなんかその出てきたらなんか面白いなと思ったんですけどね。五天王みたいな。なんか動くの？え、これワイン？もしかして。全然わからへんねんけど、ワインやった。ワインやった。冬。で、あれでしょ、熟成でしょ。熟成バトル5以降で全パラ 1.5 倍。バトル10以降で全パラメーターが2倍。絶対強いよね、これ。ワインリーか。へぇー。進化後どんなんなん？ワインリー。ワインや、思った。なんかパッと見んね。はい。それでは、石使って引いていきたいと思います。ここからですね、はい。ユーザー情報の購入歴、ルハイを20個。おお、これでね、クリアね、なんかコロッシアムみたいなやつなんですかね。これあんまやってないですけど、まあ、12周年あれやってへんのバレた。はい。こちらですね、クリア報酬確認すると、未達成のはね、何？ダンジョンクリアで確率ってことで、あと、イデアル、トーカ、オーディン、ワルリンで魔法石10個もらえるんで、はい。いいじゃん、5個ずつもらえるんで、これ出たらちょっとやってみようかな、一回。はい。まあ。まずはここに黒飛び出せばいいだけですからね。だけ出すからね。っていう。おしゃれなバーテンダーは出すなんか言わへんのよ。はい！よし。あ、ここは。いや。どうか、これ。サムライロック。サムライロック言われたらあれ、なんか、あれサムライハートか銀魂の歌思い出すんですけどね、僕。2ターンの間ダメージ吸収無効化、全員の攻撃力が2倍、自分とリーダーのダメージ上限値が50億。神バランスか、あんまね、神とね、バランスタイプの強いキャラがいないんですよね。キカヒカリオでしょ、無効貫通でしょ。昨日無効貫通リーダーって何がいるっけ？アマテラス。じゃあ、あれや。ちょっと待ってくださいね。絶対痛い。アルテミス。アマテラスはナルトで覚えてるんですけどね。もう早ね、ラストになりましたね。早というか、まあ、2回しか弾けないですけどね、石使って。全部ね、この、12周年ゴッドフェスに突っ込んじゃったんで、ここはおしゃれにね、決めましょう。はい。マジで。いや、ほんまね、僕なんか持ってる端末で全部回したんですけどね、全然固まらへんのですわ。レモック。僕、ジントニックとね、ハイボールはね、なんかね、ハイボールはね、なんか、ちょっと、知り合いの方
ちょっとお世話になった方の法事とか行って、僕ハイボール飲んで、はい、酔いつぶれて寝てたことあります。で、ジントニックは個人的に好きなお酒ですね。はい。こんなんなんか、これワンチャンあれ？なんかマーベルとクマさんもったいないんか。でもこれあれか。ファイナルファンタジーのあの、あれといけへんかな、うまいこと。3コンボ重ねやしね、光玉線。いやー、渋かったね。それでちょっと一旦結果見ていきましょう。はい、上からワインレッドと、はい。ワインレッドというのはね、もう玉木浩二さんね。今以上なんですかね、はい。エモック。あ、ちょっと待って、この、なんかサムライロックか、はい。それですね。はい、こんな感じで、お開きにしたいと思います。ちょっとね、なんかちょっと、はい、僕も魔法石ね、実はその、12周年、ちょっと動画にしてる時間がなかったんで、じゃあお見せしましょうか。入手順でね、はい、これ、いったわけですよ。あれからガチドラ交換して、ガチドラも一回武器にしたりとか、いろいろして、ラビリルも試してみたりとかしてたんですけどね。なんとなんと、セイレン&リリスが、また出て、サフィーだと、メイメイと。はい、そんな感じがいっぱい出ましたね。交換所どんな感じなの？ちょっと見てみようか。あ、どっちも交換できるんや。でもあれか、そのパカって割れな、あれか。こっちも？こっちもあれか。ちょっとサフィーラあれかな。ちょっと交換、ちょっとね、さすがに今回のだけでされんじゃん。サフィーラ3体増えたのは、若干ね、僕も思うところあったんで、変えたろうかなって、ちょっと若干思ってるんですけどね。他の5体が出せへんのよね。誰も。どなたも。あ、ワンチャンいけるな、これ。はい。そんな感じでございました。ここで終わったかな？ここで終わった。はい。ここで終わりましょうか。いやー、ほんまね、悪魔的だ、極悪チャレンジね。ほんまにそうそうクリアしたいと思うんで、はい。ちょっとね、本当に立て込んでたんで、あんま時間がマジでなかったんですよ。まだ時間なかったんで、はい。そうですね。この動画編集してアップロードしたら、また、極悪、明日からね。明日から若干落ち着くんで、はい。頑張っていこうかなと思います。極悪人みたいな顔してるでしょ、僕。極悪柴犬丸。なるほど。ちょっと頑張っていきたいと思います。それではね、今回はここで見てお開きにしたいと思います。ご覧くださった皆さん、ありがとうございました。はい。ぜひ、この動画が良かったよという方は、チャンネル登録。評価もよろしくお願いします。あと概要欄にあるね、X と TikTok。TikTok もね、YouTube ライブもね、2月29日以降になったらね、できるようになるんで、2月29日ワンチャンあれですね、だんだんまだ入ってへんかったら、皆さんにお手伝いしてもらおうかな、配信でアドバイスいただいて、と思ってます。はい。それではね、はい、今回は、チャンネル、ホワイト私、ゆうでした。それではね、バイバイ。